皆さん本日もお疲れ様でした。あらすじラジオの Q です。このチャンネルはドラマ、映画、ゲームなどのあらすじを紹介するチャンネルとなっております。気になる作品への道案内、もとい耳案内をさせていただきたいと思います。今回は2014年に公開された映画100円の恋を紹介します。斉藤一子32歳、ただいま無職で実家引きこもり中。大喧嘩の末飛び出した一子は引退間際のボクサーに出会う。リング上での彼を見て熱くなった一子はボクシングを始め、試合を目指して練習に没頭する。自分も見捨てた自分を取り戻すため、一子は拳を固く握る。これすごかったですよ。僕ね、ある映画系 YouTuber さんが大好きでよく見てるんですけども、その方が絶賛してたので見てみたんですけど、いやすごかったです。こう泥臭くて苦しくて熱くて痛い。でも見終わった後にすごくこうファイトが湧いてくるというか、物事がうまくいかない時に見たい映画だなって思いました。ちなみに R15 指定がされております。視聴の際はご注意ください。結末のネタバレはなしで紹介させていただきます。それではいつも通り概要からスタートです。100円の恋は映画オリジナルストーリーです。監督を務めたのは武正春さん、工藤英一さん、蔡陽一さん、井筒和之さんなど名だたる映画監督の作品に助監督として携わっていたようです。ボーイミーツップさん、花婿は18歳、イン・ザ・ヒーロー、ホテル、ロイヤル、そしてあの昨年大ヒットした全裸監督の監督さんだったんですね。僕ネットフリックスまだ入ってないので見れてないんですけども、今ねこうやってサービスを順繰りしているので、次はネットフリックス入ろうかなと思います。キャストはご覧の通りです。斉藤一子32歳、干物女を安藤サクラさんが演じます。それではあらすじの紹介に移っていきたいと思います。実家に引きこもり自堕落な生活をする斉藤一子32歳。今日もタバコをふかしながら老いとゲームに興じている。老いが寝るとボサボサに伸びた髪とだらしなく太った体を揺らしながら近所の100円ショップに向かい、発泡酒とスナックを買う。女を捨てていると自称しているだけあって、見事なまでの紐のっぷりだ。帰り道、ボクシングジムで汗を流すボクサーが目に留まった。特段興味があるわけではない。ただ自分と違う人間に見えている世界、それが少しばかり気になっただけ。翌朝、一子は妹の文子と大喧嘩の末家を飛び出した。きっかけは些細なこと。一子が歯医者に行くかどうか、治療費は誰が出すのか、その程度のこと。ともあれ一子は一人暮らしを始めることになる。母親から援助をもらって家を決め、次は仕事だ。そうだ、あのいつも使ってる100円ショップはどうだろう。職務経験はなく、見るからにコミュニケーションに難のある一子。どうせ無理だろうと思っていたが、店長が一子の実家の弁当屋をよく利用していた縁もあり、意外なほどすんなり決まった。その帰り道、一子はまたあのボクシングジムの前を通った。またあのボクサーだ。ほんと、よくやるな。レジの前に立つ一子の前に大量のバナナが置かれた。あのボクサーだ。不愛想なその男は鋭い眼光で一子をじっと見つめながら会計をし、店を後にした。そしてその男はあろうことかバナナを忘れていった。一子は仕方なしにそれをジムまで届けると、その男から思いもかけない言葉をかけられた。今度どっか行こう。それはいわゆるデートの誘いだった。断ろうとしたのだが逃げられず、一子は承諾した。当日、その男は軽トラに乗って現れた。その男は名前を加納というらしい。言葉を発さず表情も変えない加納、それは一子も同じだった。微妙な距離感、気まずい空気、動物園、そして海といったが、何事もなくその奇妙なデートは終わった。後日、またバナナを大量に持って現れた加納は一子に一枚の紙切れを手渡した。ボクシングのチケットだ。一子はそれを持ち、初めてのボクシング観戦に向かった。
スーパーライト級6ラウンド、青コーナー加納裕二。試合開始のゴングが鳴る。相手をロープ際に追い詰め、的確にパンチをヒットさせていく加納。しかし一発のボディを受けたことで流れが変わった。足が止まり、いいように打たれクリンチで逃げる。完全に劣勢だ。そして1ラウンド終了間際、コーナーで強烈なボディをもらった加納はマットに沈んだ。負けはしたが、一子の心は熱くなった。試合を終えた加納を待ち、食事に向かう。どうやら加納はプロボクサーの定年である36歳で、今夜が引退試合だったようだ。一子の足はボクシングジムに向かっていた。入会の手続きを済ませ、早速練習を開始した。目的は一つ、加納のように試合がしたい。しかしセンスは絶望的だ。鏡を見ながらトレーナーの動きを真似するも、まともに再現できない。女性がプロテストを受けられるのは32歳まで、つまり一子はギリギリだというのに前途多難だ。100円ショップの裏で覚えたことを反復する一子。すると店長がモップ持ってこいという。何事かとレジに向かうと、見覚えのある人物が吐砂物を撒き散らしていた。加納だ。明らかに体調が悪そうに見える加納は店内で倒れ、男二人に抱えられ店の外に運び出された。帰り道、ゴミ捨て場で雨に濡れている加納を発見した一子は自宅に連れ帰り看病した。一子は風邪をひいた。完全に加納の風邪をもらってしまったようだ。家に到着するなり倒れる一子。するとまだ家にいた加納が今度は看病してくれた。作ってくれた食事を口にすると自然と涙があふれた。久しぶりに人の優しさ、温かさに触れた気がした。回復した一子はボクシングの練習を再開した。だらしなかった体型は少しシャープになり、不格好だったシャドウも少しずつ様になってきた。軽快な足取りで帰宅すると、加納が仕事を見つけたと報告してきた。邪魔だろうから出ていくという加納を引き止めようと、いやいやと首を振って石用事をすると、何ぶりっこしてんだよ。殺すぞ。あれ？その気になってるのは私だけ？どうやらこの気持ちはまだ一方通行だったようだ。それからしばらく、一緒に食事をしていた加納が立ち読みしてくると言い残し家を出た。しかし翌日になっても戻らない。心配した一子は加納が働く豆腐屋に向かう。どうやら一緒に働く女のことが気になっているようだと直感した。そして加納はあろうことかその女に一子のことを妹だと嘘をついて紹介した。言葉を失い立ち尽くす一子。そうか、そうだよね。一子が抱いていた淡い恋心は始まることなく音も立てずに消え去った。しかしこれをきっかけに一子の心に火が灯った。ボクシングの練習に一層打ち込み、勤務中も暇さえあればシャドウをし、家に帰ってはボクシングの書籍を読み漁った。体型はもう見事なまでにボクサーだ。周りの練習生と比べても遜色ないぐらいに体も切れている。プロテストを受けることに最初は反対していた会長も一子の成長を見て許可してくれた。結果はなんと一発合格。もう自堕落な生活を送っていた一子の姿はなかった。斉藤一子32歳、自堕落で人との関わりを絶った親のすねかじりの元引きこもり。これまでの人生を思い返しながら一子はリングに向かう。相手は波じゃない。それでも一子はもう逃げない。試合開始のゴングが鳴る。これまで何もつかめなかった拳を固く握り、一子は渾身の一打を見舞う。さあ、いかがだったでしょうか。
32歳無職引きこもりの斉藤一子、成り行きで始めた一人暮らしで出会ったのはボクシングでした。この作品の見どころはもうこれにつきますよね。女優安藤サクラ。僕ね、恥ずかしながら安藤サクラさん最近知ったんですよ。もうね、ドラマ映画に興味持ったのは最近なんで、今ね少しずつ女優さん俳優さん覚えていってるところです。でですね、僕は安藤サクラさんを食材っていうドラマと万引き家族って映画で見て、この人すげえなと思って、それで主演作品探したら出てきました。100円の恋で、冒頭で言ったように YouTuber さんが紹介してたのも重なって、もうすぐに U-NEXT 入会して視聴しました。いやー、すごかった。安藤サクラさんのこう名刺というか潜在みたいな作品だと思います。何がすごいって、本当にリアルに成長していく様が見れるところだと思うんですよ。スタートして本当ブヨブヨでガサガサなんですよ。ブヨブヨだった体はね、こう成長とともに引き締まっていって、で絶望的だったセンスも磨かれて、動きはすごく軽快になっていくし、ですごく自分が共感できたのが、うつむきがちだった顔が次第にこう上がっていくんですよね。で笑顔を見せるようになって、コミュニケーションも取れるようになっていって、人生を半ば諦めた女性っていうのが徐々に成長して、遅ればせながらの人生のデビューをしていくところがすごく見事に表現されてるなって思うんです。で自分自身もね、そういう経験があるので、ハイパーネクラデブからね、やっと人並みにっていうのは経験があるので、だからすごく共感できたし、なんかそうだよねっていう、一個ね、周りの人からは理解されないかもしれないけど、一個自分に自信になるものが手に入るとね、すごく顔って上がってくるんですよね。性格も変わるんですよね。なんかそれを思い出して、なんかファイトが湧いてきました。ぜひ本編の方を見て、女優安藤サクラ100円の恋見てみてください。さあ、そろそろお時間の方が近づいてまいりました。今回のあらすじを聞いて少しでも作品に興味を持てたのであれば幸いです。100円の恋は現在こちらの配信サービスで視聴することができます。概要欄に予告編と合わせて URL 記載しておきます。ぜひ視聴してみてください。作品の感想や考察等もお待ちしております。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。